どうも上地です。今日もですね、多摩川の河原にやってまいりました。今日はね、新しいテントを買いましたので、そのレビューをしたいと思います。ですね、それがベースポートという謎のメーカー、どこのブランドか分かりませんけれども、多分中華ブランドだと思います。今メインで使っているテントがサバティカルのギリアですけれども、ギリアも非常に家族で使っていい、息子と2人で使ってもいい、そしてソロで使ってもいいと、まあ、非常にマルチに使えるテントなので、もう重宝してるんですけれども、まあたまにね、こうこじんまりとこうやりたい時ってあるじゃないですか。まあ、こじんまりとソロでやりたい時だけじゃなくて、例えば子供と2人とか、そういう時にもできるような2、3人用のテント、自立するテントっていうのをちょっと持ってないので、まあ災害時にもね、そういうのがあるといいんじゃないかということで、今回は、テントを探して買ってみました。で、今回のコンセプトは1万円以下のテント、なんかいいのはないかと思ってずっとね、Amazon を物色して見つけたテントです。で、Amazon 価格が8999円、まあ、あと1円で9000円なんですけども、まあ、約9000円のテント、まあ形としてはね、よく見るやつなんですけども、これからそれをですね、ちょっと組み立てて、レビューしてみたいと思います。はい、じゃあ開けていきます。さあ、何が入ってるか、ちょっと曇ってるな、大丈夫かな。初なんでまだ開けてないですね。ちゃんとね、ベルトで止まってます。そして中はこれあれですね、ポール、そしてこれが、ペグですね。ペグはね、ペグはもうこういう細いやつ、これもアルミですね。すごい軽い、11本、ペグが11本入ってます。はい、そしてこれがフライ、そしてインナーですね。はい、じゃあまずインナーからやっていきますか。まあ全体的にはこんな感じ。これ正面ですね。横で、ここにも引っ張れるようになってるんで、ここも引っ張って、多少空気の抜けを、ね、下から入れることもできそうです。そして扉はここと2箇所と、左右というか前後というかに扉がありますね。はい、という感じ。まあよく見る MSR ジェネリックというか MSR クローンですね。で、生地もまあペラペラですけどもね、でも丈夫そうな感じはします。そしてこのシームもちゃんとできてるんじゃないのかな。針綱は1、こっち2箇所、1箇所2箇所で、向こうにも2箇所、計4箇所ですね。はい、そしてちゃんとフライとインナーはこのちゃんとこういうやつでカチッと止められるようになって、テンションもここでかけることができます。
チャックもすごく滑らか。これはいいですね。はい、すごく滑らか。そして中をチェックしましょう。さてどうすか。フライをつけるとこんな感じで、寸法的には210センチの170センチぐらいですね。奥行きが170センチぐらいあるんで、まあ3人寝られないことはないです。やっぱメッシュなんでね、メッシュにしてると風はまあまあ通りますね。熱っ。私はおじさんなのでちょっと動くと熱いんです。こんな感じで止められると熱いわ。そしてもう悠々ですね、手広げて寝られます。手広げて寝る人はあんまいないと思いますけども、大人3人だとちょっとあれですが、大人2人だったら悠々で、あと大人2人子供1人だったらもう全然いけますね。さあそして前室はこれぐらい、まあ物ぐらいは置けるでしょう。靴とかちょっとしたカバンぐらいは置けると思います。中を見ていくと、細かく見ていくとこういうねネットカゴもついてるんで、これは使いやすいし、ここにランタンフックが1つついてます。そしてここにネットカゴ、ここにねランタン吊るしといても、置いといてもいいし、何か置いといてもいいし、結構しっかりしてます。そして小物入れ、ここ、そしてあっちとあっちとあっち、4箇所に四隅にねあります。さあこういう、下バスタブ形式みたいになってますけども、バスタブ方式ですよね。このシームもまあちゃんとできてそうな感じ、これ分かんないですけど、雨降ってみないと分からないですけども、この角、まあ、子供角も角もちゃんとしてそうな感じがします。どうですかね。これはでも雨とか降ってみないとわからないですね。はい、だから作りは結構いい感じです。8999円にしてはですね、そこ強調しますけども、まあかなり作りはいいと。さあじゃあこれをまたね畳んでいきましょう。どれぐらいかかるか。あとねこのペグ、このペグはもうですね、使えないです。ちょっと足で踏んだだけで曲がりました。まあね、だいたいついてくるペグっていうのは使えないことになってるんです。で1箇所だけ置いといて、1箇所だけ刺しといて、風が来ても、飛んでいかないように急ぎましょう。ほら汗滴ってるわ。違う、8990円にしてはよくできてる。待って待って、はい、はい、そしてだいたいこれの幅に合わせるようにした、合わせる大きさにして、合った大きさにしてこうやって畳めばいいわけですね。でこのフックもそんなに固くついてるわけじゃないので、スッスッスッと取れますね。フックはそれでポールはこうありますけども、あんまりこう端の方からバラしていくと
コードがだんだん偏っていっちゃうので真ん中の方からやっていくと、ね、でこれなんか四角いのでもう、これなんか四角いからこれでいいですよこれでいいわけです。これね、空気抜いて、そしてポールも入れる、フライがすぐ出ちゃった。こんだけでしょう。でこうして縛りつけるとギュッね。そうすればやばい、アースが。さあほら一塊になった。こうすればもうこっちの勝ちです。そんな時間かかんなかったですね。どんぐらいかかったかな、15分ぐらいかかったのかな。というわけで今回も汗だくになりながら新しいテントのレビューをしてみました。まあレビューっていうほどのものになったかどうか分かりませんけれども、8999円で買ったにしては非常によくできてる、もうよくある形なんで、何の説明も見ずにすぐ、できますと。まあ、初心者の方にもね、あ、この中に説明書も縫い付けてありますんで、もう日本語で説明書も縫い付けてあるので、見ればすぐ分かると思います。作りもよくできてます。これはね結構お買い得なテントじゃないかなと思いました。ただあとは雨の日とか耐久性、あとこれフットプリント入ってないので、グランドシートフットプリントは入ってないので、これは別に買う必要がありますね。あとは雨の時ですね、雨の時にどれぐらいの耐久性があるか、これが問題ですね。で中も広いし、全然こう不足はないですね。だから8999円は非常にお買い得だったんじゃないでしょうか。8999円はこれは多分レギュラー価格だと思いますんでね、安くなってそうじゃなくてレギュラーの価格だと思いますんで、そんな変わんないと思います。まあ売れ出したら、もしかしたら高くなるかもしれないですけども、アマゾンの奥の奥の方から発掘した商品ですので、まあお買い得だったんじゃないかなと思います。それでは次はこれでソロキャンプ行きますのでよろしくお願いします。また、今後いろんな検証とか、テストもいろいろしてきますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。それではまた。